ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクジュエーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は前にも言ったサリア村という村に変更点が結構いっぱいあるらしくって、もう一回訪ねてみようと思います。久々に。お口へ名ご希望かしら。一眠り500ブレでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。ではイベントを取り入れするためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、ということでサリア村に出発。はい、サリア村に到着。ちなみにこのサリア村の名前の由来が、村長さんがね、サリさんっていう村長さんなんやけど、その名前の最後に、ファンだったエグザイルのアツシさんの A の頭文字を取ってつけてサリア村になったらしいです。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のサリアの世界をご堪能遊ばせ。さあ、久々のサリア村。そして、このサリア村で、今回、まあ、新しく変わった点だとか、見てほしいところっていうのを村長さんに直接聞いたんだけども、あ、かわいい、サリア村。かわいい。で、新しく作った花の縁取りの道の前デザイン。これのことやんね。え、かわいい。てか、女子力爆発だな、相変わらずの。相変わらずの女子力大爆発な感じの。え、すごいなぁ。てか、めっちゃ細かいよね。よくこんなの描けるな。素晴らしすぎるんですが。あ、そして、この、大きな木を、大きな木、まあ、広場を通り過ぎたところに着替えが置いてあるので、ぜひこれを着て、村を回ってくださいと。どっちが女の子用とかある?バレエの衣装。ノンウォッシュデニム。上の方が一応女の子のかな。間違えた。はい、それじゃあ、私は、上の、こっちの置き、花を回収したね。花を回、いや、違う場所に植えた。違う場所に植えてしまった。あ、そして違う花を取っていく。待って。はい。とりあえず、これはちょっと、ちょっと許してくださいまし。現実には反映されていない。はい、星の髪飾り、黄色いスティックライト。すごいファンシーな格好。イエーイ。こんな感じの格好で、サリア村を回っていきたいと思います。ということで、あ、なんかね、この、最初の頃は村長さんも地形厳選をするほどこだわりとかなかったらしいんやけど、特産フルーツオレンジ。特産フルーツのオレンジは一体どこに植わっていますか?ん?今植わってたのはこれサクランボ?サクランボ?ではない。なんやっけあれ。なんやっけ。特産フルーツもなんかもともとオレンジらしくって。で、リンゴサクランボがいいかなと思って、それを植えたということなんかな?はい、そして、おっと、下に降りたい。はい。この海岸の、え、めっちゃかわいい超かわいい。ちょ、私前から言えるけど、白とピンクの組み合わせとかすごい好きなんよね。黒とピンクも好きやけど。とりあえずピンクが好きなんよね。この海岸のピンクと白のカーネーションで埋め尽くされているのも、まあ、村のポイントの一つだということで。え、超かわいいやん。多分前回サリア村を紹介した時は、まあ、他の村の紹介動画と同じく、多分家の中を見せるのが中心やったんやけど、ちょ、今回はね、こうやって、村の外とかもじっくり見せていきたいと。で、最近この海岸に虹色のチューリップも植えて虹がかかっているようにしたところも気に入ってるらしいです。これのことよね、多分。え、きっと、そうだと思う。虹色のチューリップ。
え、一個で虹色になっとるわけではないよね。虹のようにああいう風に配置して見せとるっていうことやと私は解釈した。うん。そうなんだと思う。あ、ちょっと待って。あ、ちなみに、この村にかかってる3本の橋、3本の橋は3つとも橋の種類が違うらしくって、そこもこだわっているそうです。1本目はこれやね。これが1本目の橋。そして、全部近くに、うん、めっちゃ一色や、家。全部近くにかかっとるけん、ちょっと順番に。これ2つ目の橋。木、石。で、最後の斜めにかかっとんか。あ、この鉄、鉄？鉄？このやつ。そして橋の上にもいろいろと物が置いてある。はい、それじゃあ、あ、なんかこの村には一応、あ、これさっき言った。これがまあもともとあったオレンジ。オレンジが特産品って書いてある。相当いろんな種類あるんやけど。めっちゃいろんな種類の果物あるんやけど、すげえ。なるほど。こっちがさくらんぼよね。で、この、金のなる木。金のなる木があるのと、あとは懐かしい木。懐かしい木はどれかしら。あれ？懐かしい木とはどこに？懐かしい木ね、多分、私のメイン村のね、アイナ村の方にもあるんよね。あれ？懐かしい木は近くには生えてないんかな？あとはこの辺の低木？まあ、低木。で、この果物の木の道。金の、あ、でも懐かしい木ここにあるって書いとんかな？懐かしい木ってさ、あの、一個だけ美味しいやつがなっとるやつよね。え、違った？確か、そういう感じのやったと思うんやけど。ふわ。あ、私の解釈が違っているのかもしれない。うん。私の解釈が違っていたかもしれない。で、まあ、そういう風に、あ、木、この辺か？村のどこかに、懐かしい木も、あるらしいです。ちょっとめっちゃ無理やりまとめていくけど。めちゃくちゃ無理やりまとめていくけど。で、この、一つ一つの、家の周り。家の周りも、まあ、丁寧に、この花ね。花の色の配置をして綺麗に見えるように全体のバランスを整えてるらしいです。すごいな、私そういうの全然考えれんけんな。はい、そして家の中もね、変わっとる部分があるっていうことで、見ていきましょう。あ、どうも。あ、ここはつしさんの家じゃない？ね、あのクールな感じの家やったよね。エグザイルのボーカル、あつしさんです。ちなみに、あつしさんの家。まあ、前回サリア村の動画を上げた時のやつを見てほしいんだけども。で、まあ、あつしさんの家だけは、地下が変わった。地下だけ変えてるらしいんで、地下を見ていきたいと思います。わー、おしゃれだなー。ね、めちゃくちゃおしゃれだなー、すごい。いいね、いいね。ちなみに、まあ、他の村にはないような可愛い家具の配置とかマイデザインにしたくて、部屋の手書きの壁紙、あとインテリアにも注目してもらえたらっていうこと。これはまあ、あつしさんの家っていうことではなく、まあ、この村全体。この村全体の家の中の。え、超おしゃれじゃない？絶対こういうお店私入っていけんのやけど。友達と一緒ならなんとか入っていけるかな。友達と一緒なら、じゃあ一人では絶対入っていけん感じのおしゃれな雰囲気よね。え、すごい綺麗。やし、なんか、ね。確かに、あつしさんの雰囲気的にこういうおしゃれなお店をプロデュースしそう。はい、ってことで別の部屋はね、また前の動画を見てもらえば。
さあ、そして近くにあるもう一軒の家、こっちか。村の中にはね、花畑がすごいいっぱいあるってことだから、いろんなところでみんな写真を撮ってみて。なんかめっちゃ可愛いよね。ちなみにこの、最近、やっと服の前デザインが描けるようになったらしく、私はまだまだ全然描けないんだけど、これ村の住人さんたちが着ている、女の子のみらしいけど、村の住人さんたちが着てる服にも注目してみてほしいと。めっちゃ可愛いよね、この服。え、これ、前デザインで描いたってことやろ？やば。どうも。サリさん、村長さん。こんにちは。熊の絵が描いてある、服に。かわいい。はい、お邪魔します。で、この村長のサリさんの家も、アツシさんと同じく、部屋の中で一箇所だけ、この一階奥の部屋のみ更新されてるらしいので、見ていきたいと思います。かわいいよ。女の子らしさ全開。お、びっくりした。めっちゃびっくりした。まさかのルピー落ちてた。いやね、今、私、ゼルダの伝説とかもしよるけんさ、夢を見る島。いやー、ルピーは、助かるね。ルピー、めっちゃ拾いまくりたいね。めっちゃ乙女やん。やば。あー、こういう部屋で過ごしたいけど、私、速攻で汚しそう。こういうね、白い、綺麗な部屋。かわいい。めっちゃかわいい。テディベアに埋もれたい。テディベアに埋もれたいよ。はい、ということで別の部屋はまた前の動画を見てくださいまし。はい、それじゃあ、おっと、あ、ちょっと待って、違うな、今のサリさんだね。え、今のサリさんだよね。ということはサリさんの家は全体的に変わってるんだ。もう一回お邪魔する。あれだ、一回奥が変わってるのは桜リボンさんの家だ。そういうことだよ。え、あの絵可愛いんだけど、あの壁にかかってるやつ、めっちゃ可愛くない？あれ描いたんかな？もうかぼちゃとステッキと、あと飴？もうすぐハロウィンやけんってことかな？ほら、ロリポップとか置いてあるし。そうだよ、ハロウィンでほら、かぼちゃとかも。なるほど、イベント仕様になってきているということですね。はい、それじゃあ、左の部屋へ。はい、左側は、バイキング！ケーキバイキングか。ケーキだけではないな。洋食、普通に洋食。あ、これは、あれか。え？これは、果物やね。なんかオレンジとかキウイのスライス置いてあるよね。こっちなんなんやろ。ちょっとよく、一瞬ちょっとドーナツかなって思ったけど、ドーナツっぽくはない？わからん、だってフルーツバイキング、デザートバイキング？デザートバイキングってことかな。え、めっちゃいい。スイーツパラダイスや、スイパラスイパラ。いや、いいなぁ。ケーキバイキング一回だけ行ったことあるけど、天国よね。羨ましい。はい、そして、右側の。びっくりしたわ。そうか、ここにクッションが。はい、それじゃあ右側の部屋へ。右側の部屋は、床にいろいろ、あ、小学生の女の子の部屋ってことかな。ん？しかし野球のバットも置いてある。活発な女の子。なんかめちゃくちゃ、可愛らしい感じの雰囲気の部屋ではあるけど、少年のような趣味も持っているということかな。女の子と野球しようなんて珍しいよね。まあ、なんか小学生の時とか、
ソフトボール部に女の子おったりとかしたけど。かわいい。ピンクのランドセル昔憧れたわ。私の幼馴染の女の子がさ、ピンクのランドセルやったらめっちゃ羨ましかった。ほら、なんか至るところに、こう、今の季節に合ったものが、あそこに月見団子とか、美味しいよね。美味しいよね。いいよね。あれが、サリさんが着とった、マイデザの服かな。あっこにかかってあるクマのやつ。かわいい。はい、そして、2階へ。2階はちょっと上品な感じ。何かが展示されている。うわ、超上品だな。やっぱあれか、村長さんの家というだけあって、すごくお金持ちということなんだろうか。でも子供がおるんよね。旦那さんの影はあんまり見えないけれど。多分きっとすべて、こう、奥さんであるサリさんの趣味が反映されている家なんじゃないかと。なにこれ？貝殻置いてある。あの貝殻は？ああいうアイテムがあるの？貝殻拾っておいたらああなるんかな？前でじゃないよね。ちゃんと盛り上がってるよね、なんか。はい、そして地下へ。はい、地下は？めっちゃジュージュー言いよる。超ジュージュー言い。あ、ここは一応食べ物屋さんなんかな？おにぎりとか。ちょっとなんかおにぎりだけ異色な感じが。あとちょっと、まあ、洋食っぽい。パンダとかね。いろいろあるけど。ちょっとした、まあ、軽食が食べられるカフェみたいな感じなんかな？雰囲気的には、あの、アツシさん家の地下にあるところに比べたらめちゃくちゃ入りやすいような気はする。おしゃれなんやけどなんかね、女の子一人でも入っていけそう。はい、それじゃお邪魔しました。はい、そして、お。サリさんだ、サリさんだ。さ、三軒目の家が、この橋を渡ってすぐのところ。はい、どうも。ひまわりくん。何も喋らない。で、ひまわりくんの家の中も、まあ、ガラッと変わってるらしいです。お、移動びっくりした。進めんやんって一瞬思った。入って速攻で、あ、なるほど、ちょっと、アツシさんと同じ匂いを感じる。みんなどうし、なんか、男の子たちめっちゃオシャレだね。超オシャレだね。やば。こういうお店を経営しているのか。はい、そしてこっちは、お風呂。うわ、え、お風呂から出てすぐバスローブに着替えてここで寝られるの。パソコンまで置いてやる。大丈夫？湿気とか。大丈夫？お風呂上がりにバスローブを着て、ここで優雅に紅茶を飲む。いいじゃない。いいじゃない。紅茶飲めないけど、なんか憧れはするよ、そういうの。はい、そして、奥の部屋へ。いいよ。あ、奥が、服屋さんか。要はここは家というよりかは、こういう複合施設ってことかな。いいね。メンズ服のショップやね。ひまわりくんがここの全体のオーナーみたいな感じでいいかな。
でもこういうカジュアルな感じの格好すごい好き、男の人の。まあ、綺麗めな格好とかも好きやけど、最近ってね、なんか、女の子以上に細い男の人ってすごい多くない？すごい多くって、なんかレディース着とる人とかね、私知り合いにもおるけど、レディースのズボンを履いとったりとか、上のシャツとかも、なんか花柄っぽいの着とったりとかさ、へえって感じ。私でもそんな服着ないし、そんな細いズボンを履かないわ、みたいな。スキニーパンツみたいな。はい、それじゃあ、右側の部屋へ。お、右側は？あ、ここキッチンか。あれ？やっぱり複合施設ではなく一つの家？経営をしているの？ここでご飯を作って、で、ここで食べて、食べ終わったらこっちに移って、事務所みたいな感じではないよね。なんかロッカーいっぱいあるけど。そういうわけではなく、なんかここ、従業員のみんなが集まるみたいな。で、ここで、まあ、ほっと一息、テレビを見ながら、パソコンをいじったり、そしてペットもここに。かわいい。はい、そして、お、こっちからはいけなかった。はい、そして、2階へ。2階は、ちょっと薄暗い感じやけど、ここは自室ということでいいんかな？夜になったら電気はつけるの？自室、まあ、なんか趣味で溢れてるっていう感じなんかな？あ、でもまあ、間接照明とかで生活しよる人ってこういう感じなんかな？一応これ下に明かりとかはあるし、私は絶対に、普通に電球で過ごしたい。ね。白熱灯で過ごしたい。青っぽい明かりとか、オレンジっぽい明かりとかじゃなく、普通に白い。昔ながらの普通の感じで。ね、明かりとかで、おしゃれやなとは思うけど、そんなおしゃれな空間に私は耐えられない。はい、そして地下。地下めっちゃ綺麗やん。なんか、あれやね。怪盗とかが入り込みそうな。ん？奥なんか、展示しとるだけかと思ってんやけど、事務所みたいな感じになっとんかな。あそこなんかデスクあるよね。うわー、乗ってる車も高級車なんだろうな、これ。すごい。はい、お邪魔しましたー。あれだね。複合施設かなって思ったけど、お金持ちがいくつかのお店を経営しているっていう、そういう感じなんだね。そして可愛い看板。うさちゃんルームプレート。可愛い。可愛い。さあ、そして、あっちの端っこの方に、はい、最後、桜リボンさんの家かな、ここが。ここがって言いながら、どこか全くわからね。はい、ここね。桜リボンさんのお家、お邪魔します。で、この桜リボンさんの家が、一階奥の部屋だけ変わっているということで、見ていきます。かぼちゃが、入ってすぐのところにかぼちゃが置かれてある。かわいい。これはカブトムシがカボチャを食べているという解釈でよろしいのかしら。よろしいのかしら。で、やっぱり全体的に、私やったらね、こういうベッドをちょっと手前にして、ベッドの奥に家具を置くみたいな、そういう発想が全然ないけん。ちょっと新鮮な感じ。ベッドはもう一番奥の壁につける、みたいな。一番奥の壁か、横の壁。とりあえずどこかしら壁につけるっていう風に、私は基本。してるからな。何気にこんな綺麗な部屋やのに靴下を脱ぎ捨てているところ、
ちょっと親近感。いや、靴下脱ぎ捨てんけど。うちの家で靴下を脱ぎ捨てるのは明日無駄な。私寝るときでも靴下履いとるけんな。と基本的にお風呂以外で靴下を脱ぐことがないんだけど、みんな脱ぐもんなの？みんな家の中では脱いだりしてるの？全然脱がねえわ。ほい、ということで残りの部屋は前の動画を見てくださいまし。ハリネズミかわいい。この制服もかわいい。女子力。あ、どうも、桜リボンさんかい？普通の女の子のお家。私の身の回りに、私の身の回りにこんなに女子力溢れる部屋に住んだ女の子はいません。え、めっちゃ女子力溢れてるよね。え、なんか、こう、アニメだとか、ドラマだとかでは、ああいう部屋ってまあ、なんか女の子らしさ、全開みたいな感じの、女の子としてああいうの描かれたりするけど、身の回りにあんな部屋に住んでる子はいない。全くもっていない。ん？ここ通れないのか？道じゃないの？あ、こっちからか。なるほどね。なるほどね。ほい、ということで、こんな感じで、まあ、懐かしい絵本のようなアンティークな物語の感じられる可愛い村にしたくて、こういう感じのデザインになったそうです。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、ちなみに村メロはアンダーテールの曲になってるらしいんで、それも注目して聴いてみてくださいます。